それでは今日のですね、最初の講演者について、ご紹介いたします。信徒の柳谷明子さんで、食の霊性、私はなぜ料理を作るのか、こういうテーマでお話をいただきます。それに先立ちまして、柳谷明子さんのですね、簡単なプロフィールをご紹介して、ご自身の方からも、ご説明いただけるのかなと思います。10代の時にプロテスタントの教会で受洗し、結婚を機会にですね、カトリックに改宗をされます。で、茶会席とかフランス料理やイタリア料理の専門学校を経てですね、イタリアの中部に料理の留学をしておられます。そして、文化としての料理というふうなものに関心が強かったということで、学習院女子大学や国学院大学で日本民族についても学んでおられます。で、今料理教室あるいは料理ケータリングを主な仕事としておられますが、同時にですね、上智大学神学部の神学研究科も修了しておられます。ですから、そういったご自分のご関心とかご経歴というようなところから、今ですね、食の霊性について研究を続けておられます。こういうふうに非常にですね、興味深いご経歴から今日食の霊性、私はなぜ料理を作るのかっていうようなテーマでお話しいただけることとでも関心を持って興味を持っておりますので、じゃあ柳谷さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では皆さん一緒にお祈りから始めたいと思うので心を合わせていただけると幸いです。よろしくお願いします。父と子と聖霊の名によってアーメン。神様、今日私をこの場に招いてください。感謝いたします。あなたの呼びかけに応えることができるのか自信はありませんが、あなたが向けてくださっている思いを信頼してお委ねします。これまであなたが私に現れてくださったことを今日ここで皆様と分かち合い、そしてあなたへ賛美と感謝を捧げることができますように。アーメン。そうしました。今柳田神父様の方からご紹介いただきました。私は柳谷明子と申します。1991年に麹町教会の方で結婚式を挙げたことをきっかけにカトリックの信仰を持つようになりました一信者ですけれども、今日は拙いと思いますが皆さんどうぞよろしくお願いいたします。経歴は今ご紹介くださった通りです。内容で被るところがあるので次に進んでいきたいと思います。まずこの今日の副題になっております、私はなぜ料理を作るのか、それはもう本当に一言で料理にというよりも人に関心があった、人と関わっていたかった、それがきっかけです。1991年に結婚をしたんですけれども、2ヶ月後に私の父が急に亡くなりました。それをきっかけに、それまで私は外資系企業で金融広告代理店などで秘書兼受付などの仕事をしていたので、どちらかというと年齢が来ると終わる仕事についていました。でも何かその父の亡くなったことがきっかけで生涯自分の体が動く限り何か仕事をしていきたいということで、そこで料理というものに仕事を向けるんですけれども、料理が好きとかもちろん料理は好きだったと思いますけれども、どちらかというと人と関わっていきたい、そのために料理を使うその媒体として選んだと思います。なのでその当時、今から30年前になるんですけれども、今巷では多分料理研究してる人、料理研究家とかフードコーディネーターというような
仕事がよく目につくようになっていると思いますが、まだその頃はそれほどメジャーではなかったので、どのようにその仕事を持ったらいいかというのは分からなかったので、まずは専門的に勉強しようと思って、調理師学校に入りまして、フランス、イタリアを専門に料理を学びました。たまたまですけれども、稽古ごとでその前から茶会席をしていたり、あと西洋菓子とかパンなども習っていたので、そのようなことも一緒に考えて料理教室というのをイメージしていきました。で最初はもうとにかく料理を覚える、料理を習う、もちろん母や祖母、私にたくさん料理を作って食べさせてきてくれたんですけれども、今度それを仕事にするということになるからには、それなりに何かやっぱり別の意識を持っていかなくてはいけないということで、料理を勉強し、それを仕事にしようという意識に向かっていったんですけれども、とにかくお皿の上の料理を最初はいっぱい学びました。でその料理の数増やしていくということが、すなわち仕事につながるかのように思えていたんですけれども、専門学校でイタリア料理をやっていたので、いつかイタリアで料理というものを見てみたい、味わってみたいという希望があったものですから、イタリア語を勉強しながら1998年にイタリアに、留学することができました。当時まだインターネットもない時代でしたので、本当に家族の理解のもと長期にわたって、イタリアに行かせていただいたのは本当に感謝のことだと思っています。そこで大きな出会いを受けて、私に今つながるいろんなことがそこで経験できたんですけれども、一番はその1998年という料理を教えるということを始めて大体 6,7 年経った頃合いなんですけれども、最初私は料理を教えるということ、伝えるということ、習ったものを伝えるということをしていたんですね。それはきっかけとしては、結婚してから大体、8ヶ月ぐらいした頃、よく結婚後に人を招いてお食事を作っていたんですね。でその中から料理を教えてほしいという声が上がって、それでじゃあそういう機会を持ちましょうということで、最初6名からそのような会を始めました。この1998年イタリアに行くタイミングでは、その1桁であった6名から、3桁の100名以上の方が来るようになっていて、本当に毎月毎月忙しくしていって、そういう中で1998年のイタリア留学を決意して行きました。この時にはまだ個人でフラッと行って何か見つけられるような時でもなかったので、イタリアと日本の文化交流を主にしている文流という会社があったんですね。そこのプログラムで料理学校に入りました。でこのプログラムは最初シエナで料理を学んだ後、イタリア語と料理を学んだ後、料理を得意とする方の家にホームステイをして、その中で料理を覚えるという仕組みになっていました。で私がご縁いただいたのはルッカという皆さんご存知のプッチーニの生まれ故郷ですね。小さい村なんですけれども、その場所でレストランを営んでいた料理上手のお母さんのところにホームステイをさせていただきました。そこでの暮らしはもう本当に毎日毎日10名以上の方がお夕飯を食べに来るような家だったので、朝から晩までずっと料理をしているという生活でした。そうですね、朝はそれぞれ適当に起きて庭に水をやって、それで市場に物を買いに行って、それでお昼を食べ終わってから夜のご飯のために仕事をしていくんですけれども、
そうですね、そのお母さんと共にいることが私に大きな転機を与えたと思います。とてもアグレッシブなお母さんだったので、私がポヤンとしてるとよく木べらでね、私のお尻を叩きながら、もうアキコっていうのでアキ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 言いながら、本当にいろんなことを教えてくれましたけれども、でも彼女の姿から本当に家族のために自分を使っていくというその姿、それはそれまで料理を仕事にしようと思っていた私に大きな転機を与えてくれたと思います。彼女は1年を通して食というものを考えていました。やっぱり冬の間というのは日本もそうですけれども、材料が豊富でなくなりますよね。その時に家族が健康でいられるためには盛んに出盛る時期に備えておくということがとても大事です。ですから1年をめぐってその食というものを考えているその考えには本当に大きな気づき、そして学びをいただいたと思っています。一番私がその中で今日本はね、どこに行ってもコンビニエンスストアがあるので、食材が手に入らないっていう危機感ってあまりないのかなと思うんですけれども、私がそのホームステイしていたルッカのお家はマッチまで歩いて1時間ぐらいかかる高台の場所であったので、そんなに簡単に食材を買えるような場所ではなかったんですね。なのでパンを作ると言ったらパンは1週間かけて食べていくものでした。ですから焼きたてのパンは食べさせないんですね。子供たちに焼きたてのパン食べさせると美味しいからいっぱい食べてしまう。なのであえて1日置いてから食べさせるんですね。なので本当に焼きたてのパンってもう何も副材料いらないんですよ。もう本当に焼いてもうそれが上がってきたほかほかっていうだけで美味しいんですよね。そうすると多分いつもお腹がいっぱいって感じる1に対する2ぐらいは食べちゃうんですよね。そしたらあっという間に粉も尽きてしまうし、本当に自分がそれに使った労力もいとも簡単になくなって自転車操業のようになってしまう。やっぱりそういうことにはとても気をつけていましたね。なので1週間かけてそのパンを食べるときに2、3日はそのまま食べていくことができるけれども、最終的にもうカチカチのコチコチになるので、それを水でふやかしてサラダにしていくとか、それをお肉と盛り込んでいくとか、そこからいろんな料理が生まれていく。料理というのはレシピがあって お皿の上を彩るだけではなくって、工夫をしていく、丁寧に工夫をしていくということがとても大事だったと思います。この時にやっぱり私は料理がこう文化だなということをとても気づかせていただいたと感じましたので、帰国してからは私は実は全くなんていうんですかね、大学付属の学校に通っていたものなので、そのまま上に行くこともできたんですけど、高校から大学行くときにちょっと考えてしまったので、他に受験をしたんですけれども、思うところにつながらなかったので、そのまま学校へ進みませんでした。でたまたまちょっとさっきの経歴にあったプロテスタントの教会で私は洗礼を受けたっていうところに戻るんですけれども、どうしたらいいか何をしたらいいかわからなかったので、ご縁があったプロテスタント教会の牧師さんのご友人でアメリカに哲学の先生、大学で哲学を教えている先生がおられて、そこに半年ぐらいちょっとホームステイをしていたことがあります。そんなのでそのエスカレーター式に学校に通うというよりも、自分が勉強したいものを見つけて勉強していくという姿にその時に触れたものですから、いつか私は自分が何か勉強したいものを見つけた時に学校に行こうと思って、それでそのまま高校を卒業してホームステイから帰ってきたら仕事をしたりしていました。ということでイタリアに行って本当にこういうことを学びたいというものに出会えたと思いますので、そこから帰って高校生の中に混じって
予備校に通い、そして学習院女子大学で日本民族、日本をもっと知りたいなと思ったんですね。なので日本のいろんな文化風習を学ぶために入りました。日本民族を勉強していったら本当に面白くて、やっぱり日本の中でもそれぞれ の, 地域や場所によっていろんな風習がある。それをこう学んでいくということがとても興味深かったので、そのまま国立学院大学の大学院の方に進みました。で日本民族を勉強して、論文を書いたんですけれども、ここでの関心はやはり今私が関心を持っている食と冷水につながる食の持つ木っていうものでしたね。でもどうしてもここであまり木というものを研究することができなかったので、フラストレーションを大きく抱えたまま終わって、それでもだいている時にたまたま上智大学の神学部の方で一般の人も学べるということを知ったので、そのまま上智大学の神学部の方に進んで、その霊性というものを勉強させていただきました。ここで私にこの食と霊性というものをどんどん研究する意欲を与えていると思える、私に与えてくださった、ね、霊性をちょっと紹介したいと思います。皆さんご存知だと思うので、アシジノフランチェスコ、特にここで紹介する必要はないと思いますけれども、私がそのプロテスタントの教会に通うようになったきっかけなんですけれども、うちは無宗教の家でしたから、全くキリスト教の文化に触れることがありませんでした。しかし高校生の時にブラザーサンシスタームを見たんですね。そしてとても感銘を受けて、ああこういう生き方をしていきたいな、本当に当時としてはとっても稚拙だったと思いますけれども、愛されるより愛したいっていう言葉がすごく自分に引っかかったんですね。で本当に愛することのできる人生というものを見つめたい、平和の道具になっていきたい、シンプルにそう願ったので、教会、行かれる教会を探してたまたま巡り合った教会がプロテスタントの教会だったので、そのままそこに通うようになったんですけれども、でもどうしてもプロテスタントの教会に行きながら自分の中で何かこうちょっとうずくものというのがあったんですね。それが本を読んでいくと大体感銘を受けているその本の書き主っていうのがカトリックの方なんですね。でそれがすごく自分の中でもこう気になっていたので、あ神様なんかこう結婚を機にカトリックと出会わせてもらえたというのはたまたま、本当にたまたま偶然に仕事場で知り合った相手が幼児洗礼者、カトリックの幼児洗礼者だったので、結婚をするという結婚式を選ぶときに彼の幼児洗礼を受けた教会ということで、イグナチオ教会だったんですね。本当にこの導きは私にとって大きかったなと思っております。なので本当のことを言うと、霊性というものを最初に与えてくれたのはもしかしたらうちの夫かもしれません。その後ここから私がたくさんいろんな霊性に出会っていくのですが、ここで挙げられているのは本当にわずかで、本当のことを言ったら今ここでここに皆さんと関わっているここにも私は影響を受けている霊性がたくさんあると思います。ですからここで挙げられないほど私にも使って作ってくださっている霊性はたくさんあるんですけれども、キリがないのであえてポイント的に言うと、最初プロテスタントの教会の洗礼を受けていたものですから、結婚するための結婚講座を淡本神父様にしていただいた時に、あなたちょっと熱心そうなのでこのまま料理講座に来たらどうだと言われたんですけれども、私は洗礼受けてるから同じ神様を信じていて特に必要ないんじゃないかっていうのが、そこで洗礼というものは特に
まあいいんじゃないかなと思ったので、適当に聞き流していたんですね。でも結婚した翌年に夫の母にちょっと同行して、ローマに行く機会があって、そこでピタウ神父様に出会ったんですね。でピタウ神父様とお食事をする機会がありまして、その時にレストランでそこを出る時にピタウ神父様の後ろ姿を見たら、私はこの人の持ってる信仰にあやかりたい、このなんか冷静になんか従いたい、本当になんかその姿勢と振る舞いにとても感銘を受けたので、あ、私はカトリックの信仰を持ちたいなと思って、帰国してから青本神様のところに行って、カトリック の洗礼を受けたいと思うというふうに告げて、そこから2年後ですね、料理講座を受けてカトリック神父となりました。なのでやっぱり青本神父様は私にとって本当にもう今の今までずっと常に親身に一緒に考えてくれた、くれてきた神父様なので、やっぱり大きな影響を与えてくれた冷静だと言えると思います。多分神学部に行くというそういうことを思わせられたのは神父様の影響がすごく大きかったと思います。神父様は本当に最初から最後までずっと福音宣教ということを私に伝えてくれていました。なのでいかにその福音宣教していくっていうことがとても意義のあることかというのを私は神父様に教えていただいたと思っております。そして今ローラの方にいらっしゃるので簡単に会うことができませんけれども、でも本当に大きな存在です。そして次にコリンズ神父様ですね。コリンズ神父様は今まさにこの私をとても影響を与えてくれたということができると思います。それは私は小さい頃から本当に自信のない子で、とても異常に自信のない子だったんですね。なのでこの3年間ずっと霊的同伴をしてくださって、自信のない私がありのままでいることを受け入れられるところに本当に同行してくれた、同伴してくれた大きな存在だと言えます。なので何かここから始まっていくことというのは本当にコリンズ神父様のここまでの同伴は大きかったと思います。そして料理的なところに冷静を受けた影響を受けた2人を紹介したいと思いますけれども、ヒルデガルトです。ご存知の方も多いかと思いますけれども、12世紀に活躍した修道女ですね。ベネディクト会系 の修道女です。健康を意識した料理をよく挙げていますので、とてもなんていうんですかね、体の質とその食べ物との関係をよく表してくれていると思います。それに影響を受けてドイツのこのビンケンにある彼女の修道院にしばらく滞在させていただいて、そこでヒルデガルトのこの霊性に触れて、それで今実は軽井沢の方でたまたま義理の父が用意持っていた土地があったので、そこで3年前にリトリートの場所を開いたんですけれども、その場所を開くにあたってはとてもヒルデガルトが大きな影響を与えていると思います。そうですね、スピリチュアルプリンシパルは多分ヒルデガルトなのかなとこのリトリート場では思っております。そしてバベットの晩餐はご存知の方がいらっしゃるかどうか分かりませんけれども、バベットというこの女性が本当に何て言うんですかね、料理を通してある村のいろんなこう人間関係の歪みを抱えて暗くなっていた、そういう人間関係の歪みに明るさを与えていったというそんな映画なんですね。でこの映画を通して私は
鉄塔設備使えるという姿をここに感じました。なのでこう料理をこう作って人に供するというのはどこかまあ、なんかこう自分のものを、ね、差し出していくすごく影響の大きいものだと思うんですけれども、でも最後はそれを最高最善に向かわせたら自分を消していくっていう、そんな仕事が料理には必要なのではないかなということを思わさせてくれてる映画だったと思いますので、これを一つ挙げさせていただきました。そこまでよろしいですかね。さあ、そうしましたら実際私がこの30年間今までにあた当たる料理教室からのエピソードをちょっとご紹介させていただきたいと思います。先にも申し上げましたけれども1桁の6名から始まって3桁のこの人たちが集まるような場所に大きくなっていきました。そうですね、最初は習った料理を伝えていただけなんですけども、今はほとんど皆さん集うということが主になっていると思います。料理を一緒に作るということはいつの間にかなくなっていて、どちらかというと食をこう中心にしながら人々が集まって、そしていろんなことを分かち合うという場になっていると思います。現在の会員数、今だいたいちょっと外の仕事もしているので、あまりこうちょっと多く増やさないようにはしているんですけれども、だいたい50から60名の方が通ってこられていると思います。それと同時に何か作ったものを分けてほしいという声があるので、毎月オフクボックスという名前で、その月の私の勧める食材や料理を詰め合わせたものを送っているので、これは東京以外の方にも送っていたりします。あとスープなども送っていたりするので、来られる方と送る方、そんな方で大体まあ70名80名ぐらいの方がいらっしゃるかなと。そして毎月2回小さな広告、小さくないですね、広告代理店 の、 社員給食を担っていますので、ここで働く方たちに30食のお弁当を、持ってっています。そんなわけで多分私の日常はこの料理教室に来られる方、そして送る方、持っていく方、ケータリングとこれを呼んでいますけれども、こんなことでほとんど1ヶ月があっという間に過ぎていきます。それでどんな感じかっていう様子を私2人の方にレポートしました。こんな風な印象で思ってくれているんだなということをご紹介させていただきます。これはお子さんを抱えたお母さんからなんですけれども、これは料理教室からのエピソードですね。はい。分かち合いと言いましたけれども、実はうちに通って来られる方たちの中から結婚するお二人も生まれたりしました。これはすごい嬉しいことでしたね。今彼らは山形の方に住んで、実はクラフトビールを作っています。それで賞ももらっていますね。またそうですね、ここで一つエピソードを伝えたいなと思っているのは、集ってこられている方たちでいつの間にかなんか家族ができていっています。なので最初お一人お一人、皆さん本当に一人一人で来られているんですけれども、ここで家族となっていくんですね。なので私がいなくても子供連れでどこか遠足に行ったりとか
まあ、子供が喜ぶような遊びをしたりとか、いつの間にかそんなものが出来上がったりしています。それでここに通われているお母さん2人にどんな印象かちょっと聞いたことを話していただいたんですけれども、A さんですね、家庭でもなく学校でもなく職場でもないけれど、家族の食卓みんながいつでも誰でも美味しく楽しく食を囲んで大きくなっていく、まさにサードプレイスだ。で、もう一人の方ですね。もう一人の方は、ありのままの自分でいられること、あるがままの自分と向き合うことが、どこか祈りに通じる感じがする。年齢、性別、あらゆる属性を超えて、人と人とが豊かに関わり合い、食卓を囲めること。特に核家族世代の子どもたちにとって、家族や学校以外の人間関係を持てるこの場が大きなライフラインになると感じています。そんなようなそんな風に、おっしゃっていただきました。実際、ここの場で私がとっても嬉しいなと思っていますことは、例えばなんですけれども、結婚したけれども、別れてしまった方で、子供がいる方、その子供がいる方が集われて、そこで家族ができて、そして血がつながっていないけれども、兄弟のように、ね、遊んでるとなっていくんですよね。それで、よくよく集まってこんな、お誕生日会とかねしているので、その時に写した写真をここに紹介させていただいてるんですけれども、実はこの左から一番左はうちのお教室に来られてた方が結婚した時のうちで、結納式をやった時ですね。そのご親族が集まった写真です。で、その隣なんですけれども、この子が今その隣の真ん中にいるピンクの花束を持っている子に成長しました。そしてこの子が今、小学校5年生になったんですけれども、その隣にいる子どもたちですね、まるでお姉さんのようになって、ある日遊んだ帰り、後ろ姿があまりにもね美しかったので写真撮ったんですけれども、いい写真だなと思ってここに紹介させていただいてます。血のつながりはないけれども、こうしてなんか兄弟になっていくつながりというのは、もちろん食がっていうことではないと思います。でも、こういう関わり、こういうつながりが生まれていく、その助けになっているというか、場が持たないですから、何もないと。なので料理というのはそういう存在として、親子を果たしているのかなというふうに思います。さあ、次の私のやってる仕事の、3つのうちの今1つをご紹介させていただきましたが、次のケータリングというこの場所ですね。ケータリングっていうのは最近よく聞くかもしれませんけれども、要するに仕出しですね。うちで作ったお料理をどこかにご呼ばれるところに運んで、いろんなそこの会の花向けにしてるんですけれども、大体今までやった中では結婚式とか法事とかお誕生日とか定年とか、そういう機会の食事会などにご用命いただいたりしています。で、このケータリングが始まった期限は今から15年前なんですが、ご近所の弁護士さんだったんですけれども、彼はステージ2の肺がんを宣告されて、お嬢さんが2人いらっしゃって、その2人のお嬢さんのためにどうしても行きたいと思われたそうなんですね。それで彼は抗がん剤治療を選ばずに食べ物を変えるということでかけてみたい、そんなことで彼が勉強した、マクロビオティックって言って白いお砂糖を使わないとか、動物性のタンパク質を取らないとか、そういう食法があるんですけれども、それでなんとか病気と向き合いたいということからご縁があって、ちょっと毎回毎回ずっと作ってると大
登記をしたいので1週間に1回届けてくれないかということから、真ん中のようなこんなお弁当を作ってお渡しするようになりました。主に、野菜が多いですね。でも野菜だけでも本当に十分満足していかれるようなお弁当が作れているのかなと思います。そして、一番この私側にある、左からのこの賑やかそうに見えるのがこれが社員給食の場なんですけれども、大体、30代から40代ぐらいの方が主に働いている会社で、結構ね喜ばれています。なんでかっていうと、地方から来られてる方大勢いらっしゃって、一人暮らしの方も大勢いらっしゃるんですね。そうすると忙しいとどうしてもコンビニばっかりになってしまうということで、なんか1週間に1回とか2週間に1回とか手作りのものを食べるということで、少しこうリセットができるようなことを言われています。でその方にちょっとどんな印象なのか伺ったら、おいしいというね、食事おいしい、ご飯おいしい、食事お弁当たくさん世の中あるんだけれども、何かおいしいだけじゃない何かが私たちが運ぶものにはあるんだよねということをおっしゃっていただいた。その何かっていうのはわからないんだけど、なんだろうね、なんかお母さんみたいなそんな感じなのかななんていうことをおっしゃられていました。なんか安心してそうやって召し上がっていただけてるということで、忙しい仕事の中で少しでも気分転換になってるんだったら本当に私も嬉しいなと思って、この仕事をとても本当に好んでやっています。ちなみにちょっと言い忘れましたけれども、私は先ほど申し上げたように1991年からこの仕事をし始めていますけれども、今は20年前ぐらいから同じ調理師学校で出会った方と一緒に2人でこの仕事をしています。彼女も全く宗教に関係のないお家で育った方だったんですけれども、こうやって一緒に仕事をしているうちに自然にキリスト教に関心を持って彼女も洗礼を受けまして、 何のこう、因果か分かりませんけれども、さっき私が影響を受けた霊性ということでアシジのフランチェスコを挙げていましたけれども、私は霊名アシジのフランチェスコなんですね。で彼女はクララです。このコンビでこれからもより良い活動をしていきたいと思っておりますが、ちょっと、ここ最近なんですけれども、うちに通われてきた方のお一人で栄養士の資格を持った方がいらっしゃるんですね。その方はもともとは教育学を勉強された方で、ずっと自立支援ホームで働いていました。自立支援ホームというのは養護施設を出てもなかなかまだ社会につながりを持てない子どもたちを20歳まで預かる場所です。そこで飲食を共にしながら子どもたちの悩みを聞いてきて、すごく職が大きいなということを彼女が実感したので、仕事を辞めて栄養士の資格を取って、今は病院の方に勤めていますが、既得な方で一緒に働きたいとおっしゃってくださっているものですから、今彼女も一緒に交えて特に最近私の周りには病気を心配する方というのがとても増えています。実際にかかられている方も増えています。なのでやはりその食の見直しというものがとても必要だと思っておりますので、健康に暮らしていくためにどんな料理を選んだらいいのか、どんな食材を選んだらいいのかというのはこれから本当に大きなテーマかなと思っておりますので、一緒に協力をし合いながら仕事をしています。ということで健康です。そして、さっき申し上げましたけれども、ヒルデガルドに影響を受けて軽井沢の場所でリトリートをしています。3年前でした。ちょうどこの思いに駆られたのは、5、6年前だったんですけれども、ある夏すごく私の心にも本当に鮮明にこの御言葉が
もううごめいたんですね。すべて疲れた人、重荷を負った人、私のところに来なさいというこの御言葉、もうこれに本当になんか引き寄せられて、それでこのまあ追い分けの場所っていうのは、そうですね、1992年からたまたま義理の父が持っていた場所に私たち夫婦の行く場所ということで家を建てたんですね。それはお話が前後して申し訳ないんですけれども、結婚してすぐに私たちは主人の両親、また親戚と同居だったので、別の場所に家を持つということでこの場所を使ったんですが、この空いてるところに場所をね設けて、もっと人を呼べる場所ということで、まあ、こんなプランを考えました。で、地道に地道に貯めていた貯金がどうも一棟分作れるかもしれない、そんなのでこんな場所を作りました。で、まあ、その人の集まるこうレストラン的な、ね、場所を最初作ったんですけれども、今度は泊まる場所ということで、うちの夫が2棟独立した小屋を建ててくれたので、今は宿泊をしながらお食事をしていただける場所で、私の意識としてはまあ、そうですね、外の教会というか教会にお連れするっていうのはなかなか大変なことだというのをこの30年人と関わっている中で感じてきました。キリストのキリストという言葉、イエス、キリスト教の、ね、文化を伝えるっていうのは本当にすごくこの日本で難しいなというのを感じてきました。なのでやはりこちらから出ていく、そして現代社会でも通じるような言葉を使っていくというのはとても必要だと思っております。そういう意味ではこの場所というのがなんかいいこう接着剤、またいい中間的な場所というような感じに思ってます。で、とてもここでいろんなエピソードがその3年前からまた織りなされてるんですけれども、とても嬉しいのはこの小屋を作ってくださった大工さんたちが食事にたびたび予約してきてくださるんですね。なのでこれが一番端っこの写真、本当にこれ嬉しいですね。大工さんやいろんなこう工事関係者の方が建てて終わりじゃなくって、建ててその後この自分たちの作った家でまあ、私が作る料理を一緒に食べてくれるっていうのは新しいいい関係と思ってとても喜んでます。またこの大工さんとうちに滞在して来られてるゲストの方とつながったりして、今別の方がこう家をねリフォームしたいなんていうのに相談乗ってもらったりなど、なんかこのつながるっていうのはすごくねいいことだな、いい感覚だななんていうので味わっています。で、特に今たまたまなんですけれども、ちょっとまあ忙しすぎて心が疲れちゃった方がエスケープしたいということで初めてだったんですけども、よくよく仲いい親しい方なので今この場所をちょっとお使いいただいてます。お一人で滞在されてます。それで実は1年に1週間ぐらいなんですけれども、ちょうどこの時期アリの大行進が起こるんですね。家の中をどこからともなくアリが入ってきて、アリが大行進してしまう。結構これ最初見るとびっくりするんですけれども、休みに行った彼女はたまたまこれにぶつかってしまった。そしてかなりこれを片付けるのに大変な思いをしてしまった。結構疲労困憊したらしいんですけれども、そうやってへきへきとしているところにこの場を、まあ、通して知り合いになったご近所の方がなんかおにぎり持ってきてくれたりね、なんかそんなことが起こってるそうです。なので本当に何かこうつながりとか関わるっていうことのもたらす恵みは本当に無限大にあるなというのをこんなことからも感じられています。こんなことで、夏はこんな小屋で、お泊まりいただいてお食事を出すようなことをしております。で、今私が学んでいることをちょっとお伝えしたいかなと思います。それは私の母が87歳を迎えました。で、比較的元気に主婦をしてきた
まあ、母なので、80過ぎて自分の体が今までできてたことができなくなったりとか、骨折も5回ぐらいしてるんですね。そうすると、本当に気落ちをしていきます。それでまた今まで好んで食べていたものも食べられなくなってくるとか、いろんな現象が起きています。そこで気づかせていただいたのが、この母との関わりから、いくら体にいいというものを出しても、彼女が食べられなかったらそれは栄養にならない。なので、本当にその目の前の人にどう自分を使っていくかということは、本当に聞く耳を立てて、その人からこう聞いていかないと、何って言ってこう答えてもらうことではなくて、察するということになるんですけれども、本当にこの聞く耳を持たないといい料理ができません。ですから、本当に母に喜んでもらうための料理をと考えると、もしかしたらモデル的な栄養学の、推薦するようなご飯じゃないかもしれません。でも、母が本当に喜んで食べることこそ、栄養になっているのを感じるので、それはなぜかというと、その反対も味わったというか、やはり気落ちしてると、どうやっても励ますっていうことができないんですよね。何をしても目の前の落ち込んでる人に力になることができないという、本当にこの悲しい切ない気持ちというのは、どうすることもできない。なので、目の前の人が元気でいてくれる、活力を得ていってくれる、もうこれだけで十分喜びになるんですね。なので、そのために自分を使って、その人が喜ぶご飯を作るというのは、やはりすごい大事なことだということを気づかされています。なので、栄養数値とか、モデル的な今までの、模範になるような食というよりも、また何か経済的なそういう理由よりも、目の前の人が喜んで食べていくというその食事がとても大事だと思わされています。同時に、今うちの方に来られている方たち、本当にがんの方多いですね。で、そうするとやっぱり、大体50代40代50代の方が多いんですけれども、まず本当に気落ちします。で、特に今まで一生懸命勉強して、そしてそれなりの仕事も得て、とても会社でも役職を与えられて、元気に過ごされていた方たちが、そのようながんを宣告されたりすると、やはり気落ちしますね。で、その時にやっぱり食というものを向き合ったりします。その時にできるだけその方がやっぱり元気になるようにっていう食事を一緒に考えたり、そのようなものを作ったりということをしながら、生まれてくる料理っていうものが今どんどんあるんですけれども、ちなみに今日ちょっとそんなところから生まれた私のチョコレートを持ってきましたので、もし食べたい方いらっしゃったら、後でお茶の時でもお声掛けください。お分けします。そんなのもありますが、あと何て言うんですかね、やっぱり何を食べればいいとか、これを食べてはいけないっていうことではなくって、本当にその人が喜ぶということは、福音、グッドニュースで、食のグッドニュースですね。それは本当に大事なことで、その人の力になるかなと思います。で、もう一つ、今私が学んでることの3つ目なんですけれども、これは私がとてもこれからもっともっと深めたいなと思っていることです。それは数年前からなんですが、この「2人」という言葉がすごく私を捉えて離さないです。この言葉が捕まってしまってるんですけれども、関心をね、向けさせていただいていることは共同体の力です。2という数は共同体の芽生え、イエスご自身が御父から離れることがなかったように、1人より2人という聖書の言葉を深めていく、本当にその意味をとても強く感じています。で、夫婦とか親子とか兄弟姉妹という関係に束縛されることのない、
二人というこの言葉、私はやっぱり信者として地の塩世の光として、私たちがいかにこの現代社会でアトラクティブな存在になるかということを問われているような気がしています。うちの教会も大事にする、でもやはり教皇様おっしゃったように出向いていく教会、外に向かって教会、もちろんここにいらっしゃる方は教会が建物のことを表しているというものではないことをご存じな方ばかりだと思います。本当に具体的な求めを必要とされている方もいらっしゃいますけれども、私にはこの30年こういろんな方と触れ合ってきた中で感じるのは、見た目にとても困っているように見えない方の渇望という、仕事もある、家もある、だったらいいじゃないかって思われる思いもあるかもしれない、でもその中でも孤独を感じ困っている方ってたくさんいらっしゃると思います。本当にその方たちにどう私たちイエスのこのイエスキリストの福音を身につけている私たちが答えていかれるかというのは、今私はすごく課題だなと思っております。そういう意味ではこの二人という言葉を通して深めることにおいて、シスター、実際役務がありますけれども、それぞれの立場を生かし合って協力をし合って、こう教会という魅力ある場所を築いていきたいというふうに今思わされております。関心を持っている人が本当に多いです。キリスト教にやはりいろんなところから影響を受けていると思いますので、ミッションスクール過ごされた方もいらっしゃるし、とても関心を持っていらっしゃる方がいらっしゃるので、その方たちにやっぱり届くようなものを私たち表していくというのは、内側の本当に共同体の祈りによって強められ励まし合って力を得ながら外に向けていくという、本当にそういう行動がとても大事なんではないかなというふうに思わされております。外に向かっていくためには本当に大事にしていかなきゃいけないのは、私は祈りだと思っています。祈りなくして行動は私は極力控えるようにというよりも、祈りを持って行動していこうと心がけています。それはもう一つに、30代の時に大学に通って感じたことですけれども、日本人って本当に専門を掘るということは素晴らしいな、素晴らしい方たちがたくさんいるなっていうのを感じました。しかしその素晴らしさがもっと横でつながっていったら、どんなに大きな力になるんだろうかと思わされたんですね。なので横でつながっていくという務めがとても大事なように気が感じます。なので立場は立場を大事にしながら、その立場を生かし合うという、そういうところに私たちが向かっていくならば、本当にいろんな可能性を私たちはまだまだ秘めてるんではないかなというふうに思わされています。で、やっぱりそういう意味でも職というのは心身霊ともに、私はグッドニュース、良い福音を伝えていく道具になると期待しています。そうですね、本当に私たちご接待いただいている身としては、やっぱり食べているこのイエス様が体中に散らばっているわけですよね。なのでこの全身全霊を使って世に応えていくということは、私たちはもう本当に限りなくできることだと思いますので、でもやっぱり一人だと弱いんですね。何かに対面するとどっちからというと、ネガティブにめげてしまったりってしがちなんではないかなと思うので、そういう時にやっぱり共同体として励まし合って祈り合って力を分け合って、また外に向かっていくようなことを繰り返しやっていくということは、とても私は魅力的だなというふうに思います。そんなわけで、私は心の清さに向けてこれからも成長をしていきたいと一信者として思っています。
けれども、私たちが、自分自身私は神学部に行った時に一番ちょっと印象に残っていいなと思ったことなんですけれども、福音宣教はまず自分からと言われたんですね。これ本当にそうだなと思っているので、やっぱり自分自身が潤ってないと周りの人たちを元気にすることができませんので、自分自身と周りの人たちへの福音宣教の中に神の現存、そしてイエス・キリストの奉仕の姿と愛の実り体験していくことができると思うので、これからも期待しています。そこでですね、私はもう一回この副題になるところちょっと解いてみたいと思います。私はなぜ、この料理をするのか、私はなぜ料理を作るのか、食の冷静っていうのは、私はやっぱり今最初に申し上げたのは人への関心というふうに申し上げましたけれども、今ここで振り返って、私はなぜ料理を作るのかという問いを私に向けるならば、この人たちの笑顔があるから、本当にこの笑顔のために料理をしていきたい。なので何を作るかとかどう作るか、それよりも本当にこの笑顔のために自分を使っていくっていうのは何よりも今の求めだと思っています。これはうちに集まった人たちの一写真なんですけど、実は写真選びをしていて困ったのはどれを選ぶのか本当に困りました。こういう大勢の写真がたくさんありましたね。でうちの夫に示唆を受けたのは私が最初いくつか挙げてたんですけれども、私にとってそれはみんな違う人であっても見る人たちにとっては同じように見えるからと言われて、人一枚選ぶように言われたんですが、いつもねこうやって集まって何かを食べて、そして遊んでいい笑顔を持っていくっていうのは本当にとてもいい福音宣教だと思っています。それで今日本当にね過分だなと思いました。この機会を与えていただいて、でもこの一信者と私がここで皆さんのこの連なった中で何ができるのかなっていうのも本当にまた私のいけないところの自信のなさがこうめきめき湧いていたんですね。ああ神様っていらっしゃるなって思ったのはちょうど一昨日なんですけれども、上司にねケータリング頼まれていたのでお弁当15個持って行った時に呼び止められてこんなことを言われたので、最後この講演を締めるのにこの方からいただいたメールを読ませていただきたいと思います。よくまとめてくださったのでもうこれだけでもいいんじゃないかなと本音は思ったりしています。じゃあ読ませていただきます。柳彌子様こんばんは。先日の食事会では大変お世話になりました。この方は、うちの教室の方に定年をされる方をお祝いしたいということで、5名の方がお食事会にいらした時にいらした方です。信者さんですね。もちろんおいしくいただきました。お料理をもちろんおいしくいただきました。きっと集まりのために食材調理法を吟味してくださったのでしょう。出していただいたお食事とケーキはすべて美味しかったです。私のお腹は満たされました。そして体とは別の次元で感じたことがありました。集まりで近藤さん、そこにいらっしゃったお一人の方ですね。その方がこの方は信者さんではないんですけれども、せっかく集まったので近況報告し合いましょうという呼びかけがあった、そのことをここでは書いています。近藤さんがみんなで近況報告をしようと言ってくださいましたね。私はコロナ感染対策で緊急事態宣言が発令されてから複数人での会食はしていませんでしたので、本当に久しぶりのお食事会だったんです。そこで皆さんが事前に準備したわけではなく、それぞれの心の動くままに話し、それを互いに耳を傾けて聞いた雰囲気が私のお腹ではない何かを静かに満たしてくれました。その感覚は皆さんと別れてからもしばらく続き、私はこの満たされた感覚は何だろうと思い巡らしていました。これは同じ食卓を囲み、同じ食事を分け合い、同じ時間を過ごしたことの証としか言いようのない幸福感です。いただいた食事と分かち合いの栄養が私の体と心に行き渡っていく感じ。今までミサは主の食卓を囲むことで神様との親しい交わり、信仰共同体という表現は何度も聞いていましたが、
それは司祭がそう話しているから、テキストにそう書いているからと頭で理解していることでした。私が感じた幸福感は、実際に自分の頭と心とお腹を使って感じ取った私の固有の体験だから、柳谷さんに話したとき共感していただけたのだと思います。一緒にその道を歩いたからですかね。すみません、大層なことを書いてしまいました。柳谷さんにお伝えしたかったのは、その場に一緒にいてくださってありがとうございましたということです。おいしいお食事と場所、時間の提供を惜しみなくしてくださったことに感謝します。どうぞ今回私たちにしてくださったように、これからも多くの人に柳谷さんの持っているものを分かち合ってください。立派なものをという意味ではありません。今の柳谷さんのままでということかな。このメール一言で言うと、ごちそうさまでしたっていうことを詳しく書いただけですね。お元気で。このメールをいただいて、あ、いろいろとまたここからも気づかせていただきました。本当に私は特に何か研究者でも、こうやって講演するようなことを良くするものでもない、ただの一信者なので、本当にうまく話せたか自信はありませんけれども、ちょっと30年まとめるのなかなか大変でしたけれども、この1時間でこのようにまとめましたので、ご清聴皆様伝えないながらありがとうございました。はい、柳谷さんありがとうございました。私話を聞いたり料理の写真を見ていたら、口の中から唾がですね溜まってきて、あ、食べたいなとか、そういうふうな気持ちにもなりましたけど、本当ありがとうございます。まさに食事を通してその福音を宣教する、福音といっても究極はね、愛をね、みんなにね伝えていくっていうようなことをしておられるのかな。本当素晴らしい、お働きをしておられるなと思って感心いたしました。でそこで最初にお伝えしましたように、休憩を入れずにそのままですね、質疑応答の時間を持って、早めに終わってというふうなことをしていきたいと思いますが、ちょっとこの時間はですね、少し時間もありますので、私の方からですね、質問をさせていただいて、あと、フロア会場の方からご質問と、その後でズーム参加の方から、ご質問等があればお聞きしたいと思います。そこで本当にご自分のですね、これまでの歩みと重ねてお話しいただいて、そこからこの料理というようなところが開けてきて、そしてさらに単に料理を作るだけじゃなくて、その、料理というようなものが人や文化とか、その人たちの生き様とすごくね関わっているというようなことをとてもよくお話しいただいて、さらにそれが信仰やあるいは霊性祈りというようなところにもつながるものだということを、とても本当に素晴らしいことだなと思って感心して聞いていました。でそこで私はですね、このキリスト教的ヴィパッサナ瞑想というのをやっているんですが、その中の一つにですね、食べる瞑想というのがあるんですね。ですからちょっと柳谷さんにお聞きしたいなと思ったのは、私のやっている食べる瞑想の場合は食べ方の工夫というようなことですね。ですからやっぱり例えば口の中に食べ物を入れて、目を閉じて口の中の食べ物が舌にどんなふうに触れているのか、またどんなふうに感じているのかに丁寧に気づきながら食べていくということで、口の中で食べ物と出会っていく、こういうような営みを中心にしたのが食べる瞑想なんですけれども、そのような食べ方というようなことについて、何かその柳谷さんの方で、ご自分として工夫をしたり、心がけておられる、そういったところが、もしあればというようなことですね。あと、その食材としてですね、例えばその運管を持った弁護士さんへの、お弁当ということで、野菜を、ね、中心にしたものをというようなことで作っておられるというようなことを話して、
してくださいましたけれども、その頼まれた時ですね、何をどんな風にして材料として集めてどんな料理をしていくのかというのは、そういう時にすごく大事にしておられることというようなことなどをちょっと重複することになるかも分かりませんが、お話しいただけたらと思いました。まず一つ目からなんですけれども、私も食べる瞑想を体験させていただいて、私の中でこれをした時に、もちろんその物体をこう感じていく、そしてその同時になんですけれども、やはりこの食べ物が私の口に入るまでのプロセスというのを極力こうイメージするようにしていました。そして私というものをこう通して私の体のこう細部に行き渡っていくわけですよね。なのでそれがやっぱり力になるようにっていう意識、それは大事かなというふうに思いました。というのは何て言うんですかね、その先ほど申し上げたように高齢の母を向き合って思ったことなんですが、その人が本当にやはりいいものをこれを食べて元気になると思わないと力にならないなっていうのは見ててすごい感じました。ですから意識がとても大事だと思います。なのでよくこう、経済的なことを優先してこれしか用意できなかったっていうことを聞きますけれども、そうじゃなくって、最近ウクライナのこともあったりすると、教皇様もおっしゃっていたのが、祈りしかできないじゃなくて祈ることができるっていうポジティブな側面、私はすごくこれがグッドニュース福音っていうふうに感じてますので、これしか準備できなかったじゃなくて、ここにこれだけのものがある、そしてこれが私を力づける、私を作っていく、なんかそういうこう意識っていうのはすごい大事かなと思うので、口の中でこう味わいながらそういうことをこう感じ、なんていうんですかね、本当に力になると思います。自分の細部に至って、よくこうこれを食べればいいとかこれを食べてはいけないというようなこう情報はありますけれども、福岡伸一さんっていうね、生物学者 の方がおっしゃってるように、それがどこに働くかっていうのは解明できないっていうことなので、やはり全体にそれが影響ある、それが本当に自分自身になるっていうことを思うことは大事なのかなというふうに思っております。もう一つの方なんですけれども、この弁護士さんは先ほど申し上げたようにマクロビオテックといって一つの、桜沢さんという方が構築した体健康を考えて構築したお砂糖を取らないとか動物性のタンパク質を取らないというようなメソッドなんですけれども、私自身はその何を食べてはいけないとかそういうことに対してその言われた当時もそして今も自分の中にはそれをこう思っていないんですね。なのでバランスよく何でも食べるっていうことを与えていただいているもの、そして手に入っているものの中をこう感謝して食べていくっていうことが大事だなと思っているので、こう自分の中から、もちろん制限がある場合はそれを優先しなくてはいけません。でも特にそれがない場合は食べ過ぎないようにという方が一番大事で、これちょっと余談になりますけれど、以前こうレポートを書いてる時に見てたアメリカの論文で、いくら低カロリーとかね、いくらこうファットリーとか書いてあっても食べ過ぎれば同じことですっていうね、もう本当にその通りだと思います。なのでやっぱり過ぎたら及ばざるか如しで、ほどほどとか塩梅とかバランスっていうのは本当に難しい領域でありながらすごく大事かなって思わされてます。それはさっき私が今とても関心を深めさせていただいているこの2人というところにもあるかなと思います。それは極を生きないっていうか、どっちかの極になるのではなく、その間のやっぱり様子を見ながら聞く耳を立てながらこういかに塩梅を取っていくかとか、そのバランスを取っていくかっていうのはもう福岡伸一さん書いてる動的不均衡とも言葉で表されてますけれども、常に測らないと見えてこない世界で、フィックスされない世界だと思います。なのでそれをフィックス
しちゃった時にもうすでにそれはなんか終わってしまうような、やっぱりこう常に常にこう様子を見ていくっていうことが大事かなと思ってます。なのでこの、 弁護士さんの信奉するマクロビオテックを私は信奉していなくって、ただそこで弁護士さんが取りたくない食材というものを取り入れないで料理することはできるけど、それでよろしいでしょうかと伝えたら、もうそれで十分ですというふうにおっしゃっていただいたので、弁護士さんが国際弁護士さんだったんですけれども、玄米で、そして野菜中心で、できるだけ植物性のタンパク質も入れてくださいということだったので、ご希望に沿ってそのように作って15年ですかね、やりました。本当にいい関係がまたそこでもできたので、今弁護士さんでありながら、今彼はこれで完全にがんを克服したらしいんですね。で17年経ってということで、どちらかというとその食の講演会の方の関与が多いということで、一回私そこでなんか司会もさせていただいたりなんかして、そういうご縁にもつながって、そんな感じです、はい、ありがとうございました。ではまずですね、フロアの方が質問等がありましたら、じゃあちょっと、マイクを、柳さんの教会に小宮山と申します。本当にうちの教会にこんな素晴らしい信徒さんがいらっしゃる、お顔とか存じ上げてご挨拶なんかはさせていただいたことがあるんですけど、とても嬉しくて、こういう頼りがいのある方がいらっしゃるということで、これからいろんな面でまたお話聞いたり、お願いができるかなと思っております。霊想と食が本当につながっているという深いお話でもあり、また身近な話でもあり、とても内容の濃いものだったと思います。私が生まれたところは神社も近くにあって、お寺も近くにあって、檀家でもあったんですね、両方の。だからいつもそこの神社とかお寺に行ってたんですが、カトリック教会のミサに預かって、その祭儀の 中心のところで司祭が物を食べ物を飲むというのを見てびっくりしたんですね。こういう宗教行事があるんだと思って、それは今ちょっと思い出しました。だから本当にご生誕の話もしていただきましたけれども、本当にカトリックの信仰は食と深い関係があるんだなと、そしてそれに生かされてるのを思いました。お聞きしたいのはですね、日本の食文化の素晴らしさということもおっしゃいました。日本食は世界無形文化遺産に登録されてるぐらいで、外国の一流シェフの方も日本に来て日本食とかそういうスピリチュアリティを学んでらっしゃるということも聞いております。ところが一方ですね、私でもしょっちゅう食材、皆さんそうだと思うんですが、遺伝子組み換え食品、それから有害添加物、それからそういった食品が出回ってるんですね。で皆さんの働く業者が多くて、そんなに時間かけて作れないということで、ついそっちに行っちゃって、例えばあるパックしたあれをシチューみたいなのを買ってきたら、お鍋に入れてグツグツってして、はい、食卓に出せるんですよね。で聞いたら韓国とか欧米の国はアメリカから の食品を輸入するそのテストが結構日本の倍以上かけてやってる。日本はそれをアメリカから の輸入、添加物の輸入食品を結構スルーで流してる。でそういう話を聞いて、スーパーに行ったらすぐ裏を見て遺伝子組み換え食品であるかどうか、それからもう見たらもうその有害食品か分からないんですけど、添加物がダダダダダと。でそういったことは柳家さんはお食事をされるお仕事で、どういうふうに食材を見るときに遺伝子組み換え食品、有害添加物、それを思ってらっしゃるか、お聞きしたいことと、それからそれと関係してるんですが、子供のおやつなんですね。私も孫がいて、
おやつなんですけど、初めはの手作りもちろんやってたんですけど、やっぱりだんだん袋菓子になっちゃって、昔はねお母さんがドーナツ作ったりしたんですけど、そういうのもちょっと最近はできなくなっているので、そこら辺がなんかおやつ、子供のおやつについてどう思ってらっしゃるか。以上です。よろしくお願いします。私は2000年から20年間フルマラソンにちょっと出会ったので、走るということを通して ちょっとストイックめに食材のこともこだわる時期がありました。で、それを通してやっぱりさっき申し上げたようにバランスとかね、重要とかそこに関わるんですけれども、あんまり極端にそれを意識しすぎると本当にもう外で何も食べられなくなってしまいます。なので精神衛生上あまり良くないというふうに思うに至りまして、だからといってじゃあいいじゃないかっていうことも言えない。実際私はやっぱり複合汚染っていう有吉さんの本に現れていたことは、食というものを通して体に影響あるものとあります。なのでそこでじゃあ私なりのどういう答えを出すかっていうと、私は完璧にそれが言い切れるかどうかはわからないけれども、うちで扱うお料理の食材は皆さん顔がわかってます。顔がわかってます。どういう人がどういう気持ちでどのように作ってるかっていうのを分かっている人のものを使うようにしています。なのでやっぱりその関係性が遠くなれば遠くなるほどどうしても不安要素が大きいんじゃないかなと思うと、一つはその関係をこう克服していくじゃないけれど、できるだけそういう信頼というものが持てる人のものを使うというのは大事だと思うので、うちのお料理教室はそういうもので組み立てられている料理を食べるということを求めに来られる方たちが多いんじゃないかと思っています。そして同時にそのおやつということにもつながると思いますけれども、先ほどその毎月発送しているおふくボックスっていうものの中に後でご関心あったらどうぞという、私が持ってきたチョコレートなんですけど、お砂糖を使わずに作ってるチョコレートです。でそれはこういうことから生まれました。本当に素晴らしいキャリアをね積んでこられた、50ちょっと過ぎた方が乳がんにかかられて、でもちろん本当に食べたいように食べ、飲みたいように飲んで楽しく暮らしてきたのに青天の霹靂でも、どうもテレビでチョコレートを食べると食前に食べると血糖値が下がるっていうのを聞いて、なんか取り入れたいっていうふうに言われたんですね。で調べてみたところ、ポリフェノールというね、カカオを持つ成分の中のこの成分がそういう働きを持っているということでした。で実際私血糖値センサーっていうのを10日間腕につけて、お決まりみたいなのなんですけれども、携帯のアプリとリンクして何を食べると血糖値上がるかっていうのをずっと調べたんですね。そしたら確かに全然上がらないところが下がったんですね。なのでポリフェノールの力っていうのはやっぱりこう、あるかなっていうのを実感して、それでカカオっていうのはもともとこれ修道院も関わってるので、ぜひ修道院でまたね再興するといいなと思ってるんですけれども、ギリシャ語のこのテオ、確かギリシャ語だったと思うんです、ラテン語かな、間違ったら許してください。もうだんだんなんか固有名詞が覚えられなくなってるんですけれども、テオプローマっていうんですね、神への食べ物、神様の食べるものってチョコレートは言われてるんですね。でも大量生産になってしまった時にそこには問題として自動
児童の不法労働などにも あります。安いものを作るという時にそういう問題もあります。なのでやっぱりフェアトレード今だんだん扱われてますけれども、できるだけそういうものを選ぶとか、本当に安いっていうだけで選ぶのではなくて、やっぱり私たち神様からいただいているこの体は今ここで何かのお役に立てるということに あると思うので、それを損なわないというのと大切な務めだと思うんですね。だからやっぱり健康に暮らすためにその食材を選ぶということはストイックすぎないで必要なことかと思っています。で、子どもたちのおやつって本当になかなか選ぶのが大変なので、そうやって毎月の福ボックスを選んでくださる方の中にやっぱりずっと袋菓子を食べてた働いてるからね仕方がないので留守番をさせるのに置いていくのに便利だから腐らないし、でだけどなんか皮膚病がねちょっとひどくなっちゃったっていうので、それでなんか依頼があって毎月送ってるんですけれども、ヨーロッパでは結構キャロブっていう、で、稲子豆、これも聖書に出てきますよね。稲子豆の粉をよく使うんですね。これすごく甘くってお砂糖全然いらないんですね。なのでキャロブの粉で おやつ作ってあげると本当にもう稲子豆の良さを生かしたいろんなものができるので、それをこうテリーヌにしたのをお分けしていたりします。なのでこういうのがね、もし料理教室と何かを伝えるっていうことが求められるんだったらば、こういうものは何か伝えたいかな、何か料理を作るとか伝えるっていうのは何かちょっと最近こう後ろ向きだったんですけれども、何かこういうのは何か伝えたらいいのかなというのはちょっと思ったりします。チョコレートなんて本当簡単にできるんですね。その代わり乳化剤使わないのですぐ溶けちゃうんですけれども、でもそれは自分の中で知って扱えばいいことだと思いますので、本当なんか家庭で本当にただカカオ、純粋なカカオをそのカカオバターと合わせるだけで生まれるものを食べていったら安心なんじゃないかな。まあ、キャロブに出会ったのはそのカカオの魅力っていうものに知った時に、子どもたちにはちょっとカフェインが強いのであんまりこうチョコレートを食べさせたくない、なのでじゃあそれの代替となるものは何かなっていうのを調べていくと、結構ヨーロッパでキャロブのチョコレートを食べているっていうのが分かったので、それでキャロブの粉で、チョコレートを作ったりとかお菓子を作って子どもたちにあげるようにしています。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。では上クリシンさんが手を挙げておられましたので、聖書の中で美味しいということをね、私やるんですけれども、なんか後ろめたい気持ちもあってね、敬虔なホーリーな聖書をそんな美味しいなんていう世界に進めていませんじゃないかみたいな、こういうことです。復活されたキリストはガリラ湖畔で現れられて、さあ来て朝の食事をしなさいと言って人たちをもてなしてくださるわけです。その体験を想像によってずっと丁寧に丁寧に湖水から上がって岸辺に行って、イエスがすでに炭火を起こしておられて、そこへ人数分の魚を持ってきてイエスが焼いてくださる、そして食べさせてくださるわけですね。食べましょうとやるわけです、想像でね。そして感想としてね、おいしい、おいしいという感想が出るわけですよね。だけどね、イエス様の愛を感じましょうにしていきたいか、あるいは十分おいしいを味わっていいのか、そこのところはやりながら、どういうもんか、ちょっとまだまだ落としどころというか、この辺がいいのかなっていうフィーリングが持てないのですけれども、どんな風でしょうかね。私は僭越ながら、私もちょっとなんかこう気持ちが後ろ向きになるっていうか、あんまり美味しいとかなんかそういうのは過敏なようなイメージがちょっと勝手に抱いてしまって表しにくかったんですけれども、でもやっぱり福音を受けるっていうのは神様喜んでほしいわけですよね。いつも喜んでいなさいっていうその言葉の中にあるように、私たちがやっぱりいい状態であるっていうこと、それはさっき申し上げたように元気を失ってる人に
どうすることもできないもどかさを感じると、その人が元気を回復していくとか、喜んでる姿っていうのはこう本当にもうそれだけで十分嬉しい。そしたら神様もきっとそういうふうに見てくださってるのかなっていうのをちょっと感じることがありまして、少しその過敏なイメージというのはこう横に置けるようになったんですけれども、最近私がちょっと自分の中で大事にしているのは、よかったよかったっていう言葉を大事にしています。何がっていうことよりも、結果としてそれがよかったよかったってなったらよかったかなっていう、なのでこう美味しいのがその個人個人でちょっと異なるので形容しがたいですけれども、何かその目の前の人に必要なものを差し出して、その人が本当に安心した顔になったのかどうなのか、まあその人が本当によかったよかったっていうことになったら、あ、よかったのかなって受け取って、そこでバスタっていうかを終わりにしていくっていうことも大事にしています。それ以上深掘りをしないように今はできるだけしてます。柳田神父様の本当に本に助けられたんですけれども、今までたくさん神様を追い越してきたところもありますけれど、今はこう追い越さないっていうことをこう意識すると、まあ、そこでもう思いをやめるというか、もうあとは委ねるみたいな、そういうふうに思ったりします。じゃあの柳井さんも今日は柳ばっかりでね。そうですねあちらの柳井さんの、そう追い越さないって方から言うと、もう一度私ね、その辺はね、実際に普段しばしばそのことを指導しながらやってるところでね、ちょっともう少しじゃああれなんですけども、十分に想像しますとね、湖水のところから岸辺に来て、炭火が起こしてあって、そこを囲んでると暖かさを感じていますね。そしてイエスは魚を、この場面に一番ふさわしそうなのはね、棒串で刺してくれて、どこか飽きたかどっかでいろいろなところに刺して魚を焼くイメージが一番便利なのでね、そういうイメージでイエスが一匹一匹棒に刺して炭火の周りに立ててくださいますと、そうすると煙が出ます。香ばしい香りがあたりいっぱいに漂いますと、香ばしさも感じながら、そしてイエスはさすがにね、一匹一匹を人に、ね、そこにいる人たちに手渡してくれて、自分もそこにいるんですけど、今度あなたの番です、食べるんですけどね、その時に手渡してくださる時に、さすがにイエスは深い御言葉も添えながら、一人一人に言葉を添えながら食べさせてくださるんですけど、あったかいホクホクするような焼けたての魚を口に入れるっていうのも感じましょうって言ったら、おいしいおいしい声どんどん広がりえるんですよ。でも追い越さないっていうことだとブレーキっていうか、この辺ね、このほどまでにしておきの美味しさはね、このほどまでにしておきましょうって追い越さない方がいいのかとか、どうなんですかね、うん、私はそれは存分に美味しいは私の本当に個人的な今の直感なんですけれども、十分にもう嬉しくて嬉しくて美味しいという表現はもう本当にストップをかけずに出したいと思います。ただもし自分が供する方の人間であったならば、出してそれ以上求めないっていうところは意識してます。それはさっきのバゲットの晩餐もそうですし、イタリアで味わったそのまんまの姿もそうですし、やっぱり作り手っていうのは黒子になっていくっていうか、意識して黒子になるわけではなくって、最善、目の前の人に本当にその人の元気になるものを作る。でも最後は願って願って願って、やっぱり最後はもう手放すっていうか、引くようなことが私はなんか大切に感じています。そうしないとなんか自分で変化を求めてしまうと、それがやっぱり見返りっていうものなんだと思うので、やっぱり強要しないとか、本当にそれだって完璧になるかどうかはわからないけれども、でもやっぱり祈りとして祈りを持って
尽くして、やっぱりその後は神様が何とかしてくださるところにお任せしていく、そして自分を引いて、その人がその本当に私が美味しいって味わったように、ああよかったよかった、美味しい美味しい、ああ幸せだなってもし思ってくださるなら、それは私にとってもそれが幸せだなというふうに感じます。良いヒントいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあフロア、まだ終わりかもわかりませんが、ズームの方を待たせしているかと思いますので、マイクお願いします。マイク。はい、ではZoom の皆さん、お待たせいたしました。ではこれまでと同じようにですね、質問のある方はビデオをオンにして手を挙げてください。よろしくお願いします。その後でミュート解除のお知らせを送ります。はい、じゃあ、はい、どなたか質問感想でも構いませんが、ある方はオンビデオをオンにして手を挙げてください。はい、じゃあ大久保さんお願いします。じゃあミュート解除の案内を送ります。はい、じゃあお願いします。はい、大久保と申します。おはようございます。柳屋様、今日は良いお話を聞かせていただきありがとうございました。私も以前食の仕事をしておりまして、懐かしい思い出がよみがえってくるような気がして、同じように重なる部分もたくさん体験させていただいたなっていうふうに思っております。その中で一つ、柳屋様にご質問なんですけれども、私はその食の仕事をしている時に、皆がこう喜んでいるのはいいんだけれども、自分自身がどんどん疲弊してきてしまったんですね。で、たくさんのその皆さんの笑顔とか、その後の良い思い出を話していただいたりすることで、気持ち的には回復していくんだけれども、その疲弊しているその体力、それから心の内にあるものがこう回復できないままであったということがありまして、職の仕事を退いてしまいました。柳屋様はそのあたり、こうご自分のケアはどのようにしていらっしゃるのか、お忙しくしていらっしゃるようなので、どういうふうにしていらっしゃるのか、ちょっと参考までに聞かせていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、肉体労働ですから、食事作りはね、肉体労働なので、本当にその気持ちお察しします。疲れますよね、体がね。本当に思いはね、いっぱいあって、なんかしてあげたいっていう気持ちたくさんあるだけにお辛かったんではないかなとちょっと想像いたしますけれども、本当に体はね、気持ちとやっぱり反するところもあるので、やっぱり疲れが抜けないとかあると思いますので、やっぱり やりすぎないというか、私は先ほども申し上げたように、自分自身の福音宣教っていうのはすごい大事だと思っているので、やっぱり私自身が壊れてしまって元も子もないなので、できるだけ自分の健康というものを大事にすることは周りの人たちのためにも心がけています。なので結構そのための時間は毎日作っていると思います。朝起きてもちろんお祈りから始まるんですけれども、体のストレッチですよね。なんかそういう体を動かすこと、できるだけそれは欠かさないようにやっています。あとはそれで補えるかどうかっていうのは微妙に、そんなにうまい想像通りにはいかないのでできないと思うんですけど、私は一番なんとなく思うのは、やりすぎないっていうところがすごく大事かなと思ってます。どうしても気持ちがね、やっぱり先に出てしまうと、神様を追い越してしまうと、やりすぎてしまって、それでこう自分で疲れてしまうんだと思うんですね。日本の民族を勉強してる時にすごく感じの意味をこう知っていくのがとても楽しかったんです。
ですけれども、日本語の疲れるっていうこの言葉、漢字の元々の意味って取り憑かれるから来てるんですね。なのでやっぱりこうしたいとかこうしてほしいとか、そういう気持ちもどこか作ってると、もっと自然に湧いてくるので、いかにそれを手放していくかっていうのはすごく努めてます。いつもやっぱり一生懸命ね、目の前の人に何かあってほしいと思うから作っていく。でもやっぱり元その人がどう受け取るかっていうのを求めてしまうと自分が苦しくなるので、最善は尽くす。でももうそこまでに気持ちはして、法然にして、それでできるだけ自分の中に疲れをためないようにっていうのはすごく意識してます。参考になるかどうかあれなんですよ。あともともとやっぱり本当に与えていただいている体が健康であることはすごい感謝しています。これもさっきね、神様の質問にもあったのとちょっと通じるんですけれども、どこか後ろめたい気持ちっていうのはなんかあったんですね。なんか健康であることとか、本当に家があるとか仕事があるとか、なんかそういうことが後ろめたいと思う気持ちがあったこともあったんですけれども、あるシスターに言われてすごくそれがスッと落ちたのは、それは必要としてる人の力になるために与えられてるのよというふうに教えていただいてから、いかに今ね持ってるものを使うということにつないでいくことへ自分の気持ちを持っていくようにして、自分ではそれをコントロールしないようにっていうのは心がけているようなところです。答えになりましたでしょうか。ありがとうございました。大変よくわかりました。私は神様と神様の横に並ぼうと必死にその頃やっていたんだなと今になって分かったような気がいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではZoom 参加の皆さん、柳谷さんの方に何か質問とか感想でも結構ですがあれば、ビデオをオンにして手を挙げてください。いかがでしょうか。何かありますでしょうか。もう皆さん、柳谷さんのお話でお腹満腹はい、こういう感じでしょうか。あ、じゃあ、はい、中原さん、じゃあ、ミュート解除のお知らせ、あ、はい、じゃあお願いします。はい、ですね、ところどころの参加でちょっと作業をしながらだったりしたもので、全部お聞きしきれてないので、あとで録画のものをしっかり拝聴しようと思うんですが、そんな中でとても興味がやっぱり食に対してある自分を感じつつ、とても料理に対して今すごくこう負担に思う自分がいまして、まあ、段取りの悪さとかそういったことで非常にこうなんか昔はもうちょっとやる気があったのに、なんかもう食ってなんだろうとかそんな感じで迷い込んでしまっている自分を感じていて、今先生のお話を聞いて聞きかじりで後でゆっくり聞こうって思ってたちょっと部分があって失礼だったんですけれども、非常にこう今聞かなきゃっていうなんか導きを感じまして今手を挙げちゃったんですけど、そういう段取りの悪さとか自分の不得手なこんなにやっぱり下手くそだったんだっていうのを目の当たりにしている実生活の中で信者としてというかそういったものをちょっとなんかご指南いただければ嬉しいなと思いまして勇気を持って手を挙げました。じゃあどうぞうちに食べに来てください。はい、行きたいです。なんかそんなところかなと思ってます。うちの教室っていうのの存在はやっぱり一人じゃね疲れるし本当に迷うと思います。それに不安だと思いますし、いろいろとわからないことだらけなんじゃないかなと思うので、そういう
思いを一つは食卓に持ってきて、でそのままそこで置いていくっていうのがうちの教室なんじゃないかなっていうふうに思ってます。いっぱい皆さんそういうことをおっしゃられます。なので私も一緒にその方のやっぱり求めに添いながら提案をします。こうしたらどうかな、こういうふうに選んだらどうかなっていうのを一生懸命伝えながらに一緒に考えます。なので必ず 何かしら見つかると思うんですね。いろんなものを日本はありがたいことに今もね、来る道でちょっとコンビニエンスストアによって、ああもう健康を意識したパンまで売ってるんだ、すごいなぁなんてね思いながら、それこそ先ほど質問にあったように後ろを見るともうどうしよう買えないっていう域から随分日本はね本当に進歩していて、一応その健康を考えて不安を持っている人たちに寄り添ったものはできているんだなっていうのにちょっと感動したんですね。でも多分これだけ食べてればいいっていうことにはきっとならない、何かっていうのが私は役割としてあるのかなっていうのは、さっきのその食卓を囲むとか、何か作ってもらったものを食べるとか、本当皆さん何でもできると思います。同じとも料理ってできると思います。でもやっぱり自分の中からいつも力が出てるばっかりだったら、それはいつか枯渇してしまいます。なのでやっぱりどこからか力をいただくっていうね場もとても大事かなと思います。それはいろんな方と接しながら私が感じてきたことなんですけれども、一つはやっぱりこう弱くなれないっていうか、弱さをこう出せないってねいうことのこのなんとなく社会の空気ってあるかと思うんですけれども、いっぱいいっぱい弱いものを出していいんだという場をね持ちながら、お互いに支え合うとか助け合うとか持ち寄りし合うとか、私は料理で競い合うことは全くないと思ってます。競い合うものでもないと思ってます。それはもう本当に喜びの媒体に努めてなっていく思うので、元気がないときは食べさせてもらえばいいんだと思います。そうやって力を得てまた自分の元気が回復したら作りたいものを作っていけばいいんだと思います。こうしなくちゃいけないっていうのは料理にはないと思いますので、ただもちろんすごく細かいことを言ったら、やっぱり私たちの体を支えている栄養素っていうものをできるだけこうねバランスよく取るというのは必要になるけれども、でもそれ以前にやっぱり食べたいとか作りたいとかっていうそこの気持ちがまずはありきなのかなと思うので、その力が湧かないんだったらその力を分けてくれる人、いなかったら私がいたしますので、食べに来て、それで元気回復してまた作れるようになると思いますからね。すごくこう模範的な料理作ることないと思います。本当に野菜をねただ蒸したりとか茹でたりして美味しいね、周囲にもたくさんねオリーブオイル作ってますからね、塩とオリーブオイルかけるだけで十分美味しいお料理になりますから、イタリアで私が食べてた昼食っていうのはそんなものでした。お昼はもう本当にパンとあと茹でたり蒸したりした野菜に塩とオリーブオイルかけて食べるというね、そして鶏のだし汁1週間に1回ね、こう丸いね丸鶏を焼くんですね。それも1週間こうずっと食べつないでいくような感じで組み立てていくんですけれども、骨が出るんでその骨を使ってだしを取って、それをいろいろとまたパスタのソースにしたりとかスープの材料にしたりしていくので、お昼はそんな感じで食べてたので、私はそんなんで十分じゃないかなっていうふうに思ってます。食事っていうのはね、模範があるようでないんじゃないかなと思うので、ちょっとこう肩の力を抜いて食べたいものをまず食べるところから始めてはいかがでしょうか。ありがとうございます。では食べに来てください。はい、ありがとうございました。
じゃあもうそろそろね、あの時間ですので、一応これで質問の方を打ち切りたいと思いますが、まあ、また午後 の、 最終的にパネラーのディスカッションの中で、まあ、皆さんの方で質問いただければというふうに思います。いずれにしてもですね、疲れたのを重荷を負う人は柳屋さんのところにですね、ぜひね、食べに行って元気をね、回復した、行ってよかったな、というふうにね、そういう気持ちになっていただければな、というふうに思います。私はこの柳屋さんのお話を伺っていた、本当によかったな、というふうな気持ちでいっぱいです。はい。じゃあ、あと10分ほどでですね、お昼となりますので、皆さんよかったな、と思えるですね、お昼ご飯をね、いただいていただければな、というふうに思います。はい、じゃあですね、これでこの午前の部を終了いたします。でそこで午後は12時50分頃からまた入室できるようにしておきます。そして午後は13時1時から再開いたしますので、まあ、それに間に合うようにですね、休憩をとってまたご参加ください。はい、では午前中改めてですね、柳屋さん、本当に拍手で、ありがとうございました。